皆さんお待たせいたしました。ニューヨークの小雪さんとつながりましたので、川越の架け橋のコーナーやっていきたいと思います。いやー、ひやひやしました。電波ってね、不安定な時ありますからね。じゃあそれでは始めていきたいと思いますよ。ニューヨークの小雪さん、改めておはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。あ、よかった、声が聞こえてよっとしてます。いろいろ起こりますよね、やっぱりね。いや、でもよく考えたら、このね、川越とニューヨークをこう一瞬でつなげるっていうことの方がすごいのかもしれないですしね。本当はそうなんですよ、うん、それが当たり前になっちゃってたから、はい、つながらないと、え、おかしいなってなりますけど、そうなんですよね。こんな世界でこんなにつながってるっていうことのがすごい話ですよ、本来は。いや、本当にそうです、そうです。このね、お隣でね、本当に喋っているようにこのニューヨークと川越で喋れれば、これの方がすごいですね。オンラインの時代ですね、はい、本当にね、はい、ありがたみが分かりました。本当本当、確かに、はい、はい、ということで、あの、今日はですね、うん、ハロウィンにちなんで、来週ちょうどね1週間後がハロウィンにこっちはねなるんで、はい、ハロウィンにちなんだ話なんですけど、はい、実はね、先週の土曜日22日こっちのニューヨーク時間の土曜日に、はい、ハロウィンドッグパレードっていうのがあったんですよ。はいはい、ドッグパレード、そう、それに行ってきたので、ちょっとその様子をね紹介していきたいと思います。 お願いします。はい、これドッグパレードって私聞いてたんで、それこそ人間のパレードあるじゃないですか、はい、ああいう感じでね、ワンちゃんたちが続々と並びながらパレードをしていくもんだって思ってたんですけど、はい、そんな時はなくって、はい、当然ですよね、ワンちゃん大変ですよね、はい、あの、公園にね集ってワンちゃんたちが仮装しているっていう、そういう様子なんですね。へー、で、ね、そうなんですよ。どこで行われたかっていうと、トンプキンススクエアパークっていうね、なかなか広めの公園がありまして、はい、そこでね、毎年毎年実は行われてて、今回32回目なんですよ。え、結構歴史がありますね。30年ぐらい。そう、はい、そう、はい、私も全然知らなくって、実は今回初めて行ったんですけど、はい、もうね、高くくってまして、人間のパレードほどもちろん集まんないだろうなと、まあ、ちょこちょことワンちゃんたちがいて、うん、キャッ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 してるんだろうなと思ったら、うんうん、人間並みのすごい人とワンちゃんたちでですね、もう驚いた驚いたっていう感じで、うん、私が一緒にいたのがペットグルーミングをやっているこう犬とか動物に詳しい方と一緒に行ったんですけど、うん、その方曰く今年はすごいよと、うん、おそらくなんだけど、私たちの推測の中ではおそらく去年はね別な場所でこじんまりとやったんですって、コロナの影響で、はいはい、その影響もあってようやくこの場所で戻ってきての32回目のパレードっていうことで多く集まったんじゃないのかなっていうふうに言われてますね。うわ、満を持してっていうことですね。おそらくそうだと、気合の入ったね、きっと準備をしたんじゃないでしょうか。そうなの、本当にね、あの、なんていうのかな、もう飼い主さんがとにかく気合十分でね、はい、いろいろありましたよ。なんかね、スパイダー、要はクモのね、はいはい、着ぐるみみたいなのを着たワンちゃんとかですね、うんうん、ホットドッグの着ぐるみを着たワンちゃんとかですね、はい、それこそシャレが効いてますね。今気づいた、そうだ、そういうことが効いた、ね、ホットドッグとワンちゃんがかかってるんですよね、きっと。そうだと思います。そう、ホットドッグのワンちゃんとか、うん、タコスのワンちゃんとか、そう、食べ物系のワンちゃんもいれば、スパイダーマン、そう、スパイダーマンみたいなワンちゃんもいたりとか、うん、乗り物に乗ってるワンちゃんもいたりとかですね、とにかく飼い主さんが嬉しそうでしたね。そうでしょうね、もうあのお遊戯会で保護者の方がね、あー可愛いって、あ、かわいい、あ、まるまるちゃんかわいいってやっているのとこう同じような光景がイメージできますね。まさにそうです、それでした。それでした。で、当のワンちゃんはっていうと、やっぱりね、うん、人混みに連れてこられてるわけじゃないですか。人もいる、犬もたくさんいる、しかもいつも着ていない、よくわからないものを着させられてるっていうことで、うん、
とにかくねワンちゃんたちは正直ちょっとね顔がお疲れ気味だったなっていうのが正直なところ、はい、でもそのねペットグルーマーの動物詳しい方にワンちゃんの気持ちとしてはこれどうなんですかねって聞いてみたらやっぱりねその方曰くワンちゃんとしては飼い主さんがなんとかちゃんかわいいねすごい綺麗いいねって言ってニコニコしている姿を見るのが嬉しいんだからこれはいいんですよ、はい、っていうふうに言っていいらしいですなんかちょっと体に布かかってるななんか頭になんかついてるななんかちょっと邪魔かもしれないけどご主人様すごい笑ってくれて嬉しいみたいなそうそうそう多分そういう感じだったと思いますよでもとにかくね人は楽しそうだったのとそのコンテストみたいなのもあってこう1位とか2位とかを争うコンテストだと思うんですが、はい、そういうのもあったりとかですねあとはもう秋晴れのねすごく公園いい天気で紅葉も綺麗でっていう散歩を楽しんでる方たちもいましたし、はい、多分来週のパレードの予行練習じゃないですけれども、はい、自分がもうむちゃくちゃ着飾ってワンちゃん去ることながら私を見て私を撮ってみたいな方たちもいてですね、うん、とにかくもう楽しい空間でしたねそれは楽しそうだな今私お隣にいるちょっと早川さんに聞いてみたいんですけど早川さん、うん、日本でもここ 1,2 年で、はい、例えば100円ショップとかでワンちゃん用のあのカチューシャとかハロウィングッズとか売ってるようになりましたよねそうですよね、うん、その本当に自分だけではなくてね飼い犬にもそうやって仮装させるというのがね、うんうん、日本にも、はいはい、でもすごいですよニューヨークの方では30年前からもうそれがあるってすごいですね歴史がありますね、私も小雪さんに聞いて初めて知りましたけど日本もねちょっとずつですが最近そういう文化も広まってきてるみたいですよ小雪さんうん、これ多分ね一回やっちゃうと流行ると思いますなぜならやっぱり飼い主さん、うん、結構日本のワンちゃんたちってファッション気にしてる方多いじゃないですか、はい、ニューヨークよりも、ね、可愛い洋服着てる普段ね確かに感じがすごくそうしてたので、うん、それこそもうハロウィンなんかもってこいの場所じゃないかなっていうふうに思いますよねそうですね普段と違う服装を着させられるもういい機会じゃないですかそうねそううん、まさにそうですよしかもこう、はい、みんなに写真とか撮ってもらえる、うん、いい機会ですよそれこそそうですよねそれでみんなに写真撮ってもらってで来年はちょっとこの仮装やりたいわみたいなこれ着てほしいわみたいなのもね想像できたらずっと毎年行きますもんね本当そうですよね、うん、結構皆さんユニフォームとかコスチュームとかも凝っててホットドッグだうぬんかぬんさっき言いましたけど、はい、おそらく手作りじゃないのかなみたいな方が非常に多かったですあ作って確かおそらくまあそうですよ ねホットドッグは確かに売ってないかもしれないですよねすごいな、うん、作るところからも愛とこだわりがもうそこに詰まってるんですねもう多分常連さんばっかりなんですよ気合い十分っていう感じがね、はい、見て取れましたあちょっと張り合ってるのもあるのかもしれないですねやっぱりそれぞれねその参加者の方同士もねそう負けないわみたいな、はい、一番手の込んだの作っちゃうわっていう気持ちなのかもしれないですねそうですねバチバチ感はこっちには見えてきませんでしたけどおそらくそういうのがなきにもあらずだったんじゃないかなっていう気はしますねそうかもしれないですねバチバチしてなくともそのこだわりがねクオリティを上げているんじゃないかななんて思いましたもう本当にそうですね来週はもういよいよハロウィンあの人間のハロウィンパレードの当日になりますんで、はい、私現地に行く予定ですので、はい、ぜひそちらの方も、はいはい、リスナーの皆さん、はい、おそらくこれね私もみくちゃになってるはずですのであのエリナさんに仕切ってもらうことになりますがよろしくお願いしますわわかりました、はい、で来週は、ね、このコーナー早川さんに担当いただくんですがそうなんですね実はそうなんですよ、はい、仕切れるかどうかが心配ですがはい、はい、私も聞きたいと思います楽しみです、はい、早川さんミッションですから仕切ってくださいわかりました今から、はい、仕切りのご用命が来ましたね、はい、承知いたしました戦々恐々ではい、はいありがとうございます。はい、ありがとうございます。楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。川越の架け橋のコーナーでした。